劉具が皇帝即位を拒否、董卓は李斌を荷殺しについてお話します。191年1月頃、孫権が董卓征伐のため進軍しようとします。そこで部下で調子の高級将を派遣し、兵糧を催促するといい、路陽城の東門の外に賊艦を集め、天幕を張り酒を飲んで功を見送りました。董卓は孫権が挙兵したことを聞きつけ、東軍大使古信を路陽に派遣しました。この先見騎兵は主演の最中であった孫を襲撃しました。孫は部隊に陣容整備を命じ、兵に陣地を守り動かないように命じつつ、酒を飲み談笑していました。この騎馬隊が数を増すと、孫はゆっくりと席を立ち、城内に兵を誘導しました。そして兵たちに、私がすぐに立ち上がらなかったのは恐れているという話を諸君の耳に入れないためだと言いました。子は孫の部隊の整然さ、規律、闘争心を見て戦意を失い敗走しました。孫は戦わずして勝利しました。191年1月頃、王強は漢口に兵を率いさせ、課題軍の海王権、現在の中国河南省の貢献に駐屯させていました。また、泰山、現在の中国山東省泰安市の兵を、河陽新に派遣していました。董卓の陽動作戦により、王の軍は兵員権、現在の中国山東省西南市から川を渡ってくるものと思い込み、川岸を守備していましたが、古兵新、現在の中国河南省洛陽市高新区、経由で川を渡り、後方から襲撃し、王の軍はほぼ壊滅しました。王は自軍がほぼ全滅したことを知ると、故郷の泰山へ帰り、兵を募りました。また、陳留軍、現在の中国河南省解放市の張伯と接触し、盟約を結ぶことを検討しました。191年2月頃、袁紹、韓福、その他関東連軍諸将が、劉具を皇帝に据えることを計画します。検定はまだ若く、董卓の支配下にあり、長安という離れたところで要塞で隔てられており、生死がわからない。劉具は喪失の中で最も賢明であり、劉を皇帝に据え、サポートする体制は整っているとしました。曹操は、我々が挙兵し、遠近から人々が呼応したのは、我々の行動が正義であるからだ。今の皇帝はおそらく、関心に、支配されているが、劉がのような亡国を招く過失はない。では誰を擁立すれば天下は納得するのだろうか。私は北に劉具を迎え、西の皇帝を立て祭ります。という趣旨の発言をしました。袁紹と韓は袁術に対し、皇帝は霊帝の息子ではない。周勃や、韓英、が、若君を退けて後任の皇帝を据えた、皇帝を迎えたという先例に倣い、大芝である劉具を皇帝として尊ぶつもりだという趣旨の書簡を送りますが、袁術は拒否しました。劉具本人も断固として拒否しました。そこで韓たちは劉具を尚書とし、制度に基づいて官職を与える方法を取ろうとしましたが、劉具はこれも拒否しました。191年3月頃、徐英が、梁権、現在の中国河南省を、上州市にて孫権の軍を撃破します。結果、李斌と長安が捕獲され、洛陽の、筆形園に連行されました。その後、董卓によって李と長は荷殺されました。191年3月頃、徐英に敗れてから軍を立て直していた孫権が、梁権の要陣に入ります。董卓は、古信を大徳後、呂布を既得に任命し、5000の補給で、孫の軍を攻撃させました。しかし、子は傲慢かつ短気で、部下の信頼も薄く、領との折り合いも悪かったです。領は、軍の中に賊軍が来るというデマを流し、内部は戦わずして混乱しました。孫はこれに乗じて、子の軍を撃破し、党の長家の、都督であった華雄を斬首しました。191年3月24日、董卓が自らが朝廷に命じ、高禄君とした戦犯を、に自説させ、自らを大使として配させます。各劉政諸侯王よりも高い地位であるとしました。以上です。